はい、今日はまた丸先輩に来てもらいましたというか、今からちょっと、はい、ちょっと出かけるんですけど、その前に今ローソンでご飯食べてます、はい、丸先輩、食べて大丈夫ですか？すみません、はい、カレーカツカレーライスをね、そう、お飲みしね、はい、美味しそうな感じで、はい、大丈夫です、はい、丸先輩、あの昔の、うん、なんか自分あんまり覚えてない感じなんですけど、原付きっていうか何でしたっけ、あのおまわりさんのところに行って、うん、なんか昔の感じですよ、昔の感じなんですけど、おまわりさんのところをちょっとからかって、なんかそのバイクで平塚警察署に行った話みたいな、うん、それさっきちょっと喋ったんですけど、うん、それって何でしたっけ、どんな感じなんでしたっけ、その流れとしては。当時の先輩後輩メンバーで集まって、はい、はい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 、でわざと地元の警察署に電話して電話して、はい、この辺で暴走族と思ってうるせえんだけど、はい、どうにかしてくれよって、はい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 、一般人っぽく連絡入れて、どこどこで集まってるみたいな感じで、そう総合公園、平塚の総合公園のさ、どこどこのローソンに溜まってんだけど、はい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 、みたいな感じで、それで言って、そしたらお前さん来るじゃないですか、お前さん来る、で自分たちはみんなでブーッ、俺なんかだよみたいな感じ、それで追っかけてくるみたいな感じ、めっちゃ笑っちゃうからね、はい自分なんかあんまり覚えてないですけど、自分原付だったんですか？ゲンチャリだったり、ゲンチャリの時もあるし、あと単車の時もあったから。あ、本当ですか？自分バイクっつったらバブかシビックスしかないんですけど、多分シビックスじゃないかな。あ、本当ですか？丸先輩とかは、それってみんなで何人ぐらいだったんですか？20人ぐらいいたんじゃない？あ、本当ですか？自分なんかチラッとちょっとしか覚えてないんですよね。で、自分なんかさっき聞いた感じだと、自分捕まったらしいんですよ。うん、捕まってた余裕で捕まってたいや、歩道になんか乗り上げて、歩道に乗り上げて、はい、狭いところに多分逃げようとしたんだけど、はいはいはい、あの相手 50cc、卒業して勉強したんだよね、平塚警察署も、ワンツーファイブでさ、ワンツーファイブすごい懐かしい感じではい、そう、ちょっと早い感じの株みたいな感じですよね。そう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 、50じゃいくらなんでも追いつかないと、はい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 、これはもう 125cc 導入するしかない、導入するしかないみたいな感じで、そう、その 125cc の株に先達も捕まってて捕まってたそれで自分だ、自分一人ですか、捕まったの？でもね、捕まり方が堂々としてたの、はい、それにみんな一緒にいたみんなびっくりしてて、どんな感じで捕まったんですかね。いや、普通なの、何みたいな、でみんなで、あ、俊太捕まっちゃってんの大丈夫みたいな、あ、はい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 、そうで、みんな心配してた矢先に、俊太から連絡があって、はい、あ、電話して、ポケットベルがね、あ、ポケットベルの時代、そう、あのね、はい、俺が持ってたのセンティエってやつ覚えてない、あとテルソナってやつも使ったんだよテルソナ、テルソナって、テえ、それは ベルですか。そう、テルソナってこんな開き、もう電卓みたいなペッタンコのやつのやつ俺使ってたんだよ。はい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 、あ、それでやり取りしてましたっけ。そう、ベルは懐かしいっすね。ポケベル、ポケベル で、はい、で公衆電話から電話して、で今どこってなんか、ちょっと待ってください、あの自分どの電話使ってるんですか。おまわりさんの電話、いや多分ピッチ使って、ピッチ持ってた、ピッチ持ってた、自分テテ持ってたんですけど、テテってわかります、こういう感じの、あ、なんか知ってる、はい、あったもう今ないよ、いや、もう完全にないですよ、めっちゃあれあったらちょっと欲しいですからね、はい、どこって言ったら、今平塚警察署の中ですって言うから、何やってん、大丈夫なのさ、全然大丈夫ですよって言って、はい、でその後すぐ、加工されて出てきたのよ。ああ、そうですよね。そう、すぐ合流してきたの。なんか、30分もかかんないし戻ってきて。そう、そういうことか。自分なんか、免許、無免だった頃がないんですよ。そう。もう4月6日誕生日で、速攻で単車取り行ってたから、それで、まあ普通に、まあ釈放されたのも、別に、なんか悪いことしてるというか、なんか暴走行為でもなかったですよね。だからみんなは、シュンと無免許じゃん、無免だと思ってたから、ってことですね。で、よく聞いたら免許持ってて、すんなり帰ってきたから、はい、大丈夫だったのみたいな。いや、自分免許持ってます、ね、あ、だから余裕で捕まってるって感じだったのは、免許持ってるから別に大丈夫だったみたいな。別に悪いこと特にそこまでしてる。堂々としてたの、何みたいな。おまわりさんとさ、俺が何したの、何みたいな。あ、そうですね。で、俺なんか前の時に、ちゃんと捕まってってんだけど、みたいな。あ、そっか。じゃあ別に自分点数とかも確か引かれた感じでもなかった気がするな。その時、おまわりさんそんなに厳しくなかったっぽいですね。そうだ、その時少年課にね、平塚の少年課に佐々木さん、そう、佐々木懐かしい、あいつでも捕まったんだよね。はい、佐々木さんにはちょっと自分も、俺も柔道して殴られてもらった。あ、本当ですか。自分それはされてないんですけど、あの方は結構まあ有名でしたよね。あ、まあね、少年課の方だけね。今なんかでも平塚にはいないですけど、どっか他のところにいるんですかね。あの親父捕まったね。あ、そうなんですか。捕まった、藤野暴行かなんか捕まったんだよ多分。え、マジっすか。そう、え、佐々木さん、そうそう、マジっすか。え、それマジっすか。マジ、あのちょっと薄めの坊主のガタイが良くて、そう多分8キロ90キロ100キロぐらいあるかな。多分出てんじゃない、平塚警察署佐々木、少年課佐々木で多分ググれば、え、分かんないよ。はい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 、
それは知らなかったです。多分俺なんかの時は多分その佐々木が一番メインだった、はい、いやそうですよね、みんな捕まったら佐々木さんがどうたらこうたらみたいな感じで、そう、あと中原交番とかさ、中原交番に何か駐在所とかうるさかったね、駐在所、え、佐々木さんじゃないですよねそれは、違う、はい、中原交番とかうるさかったよでしたっけ、中原交番はちょいちょい行ってましたけど、俺なんか神田はほらこっちの方だし、中原の方でほらみんな仲良かったじゃん、はい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 、あー大野中原、ね、横内ってさ、はい、そう、あー俺なんか神田は、はい、ほとんどなんか単独行動的な感じだったしさ、はい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 、で呼ばれれば行って、そう参加するみたいな、で参加するたんびに俊太が行ってみたいな、はいはいはい、あ、じゃあということは自分と同い年誰が後いました、何かいました、何か最後の方にいたもんですね、あ、そうなんですか、うん、でもなんか先輩、あ、じゃあ丸先輩なんか2つ上の方なんかの集まりの中で自分たちも一緒に行かせてもらってた感じですかね、いたいたいた、センターはよくいた、あ、本当ですか、でだって自分の同い年とか多分いなかった、そんなに、だって成川とかほと他にだったらまだ成川はね、二欠してたね、確か、あ、そうなんですか、でセンターはサングラスしてた、夜でもサングラスして今と同じなんかチャグラみたいなの かかってて、ね、パンチパーマかなんかみたいな、ね、パンチパーマってことはじゃあ暴走族じゃないですか、あれ、あ、多分 やってるやってる時の、あ、ごめんなさい、それ何歳の時ですか、16とかじゃない、16、17だから、あ、それだったら暴走族の時ですよ、そうそう、暴走族の時も、あ、だからそうかそうかそうか、そうかバイク、あ、そうそうですね、そうですね、そうですね、あ、バイク乗ったり、あ、それにその原付乗ったりとか単車乗ったりしてて、そう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 、あー、そういうことですね、いや今なんかちょっとふと思ったのが、原付がで捕まったっていうのが一つの話としておも面白いというか、あの掘り返されたのはあるんですけど、佐々木さんが面白かったです、佐々木さん捕まってたんだ、翔くん捕まった、間違いない、どうしようもないじゃないですか、佐々木は自分たちであんだけちょっとしといて、だ知ってる人なんかやっぱ知ってんじゃない、自分の先輩なんかは目細くてこうなんですよね、そうそうそう、坊主の坊主の ちょっとハゲてる坊主の感じ、そうそうそう、髪の毛ないよね、ですよね、そうそうそう、うわ懐かしい、だから俺が逮捕された時も、ええ、家にだから佐々木と他の連中来たんで、あ、そうなんすか、そう、あともう一人なんか親父とかいたけど名前忘れちゃったからだけど、佐々木さんはもう全然皆さんその平塚の方だったら結構皆さん知ってるかもしれないですね、そうそうそう、神田の方はほら北さんっていうのはね、はい、いたけど、北さん、あ、そうなんすか、北田さんっていうのは神田駐在所でいたんだよね、あ、そうなんすか、その方神田の中でじゃあ有名というか結構知られてる感じ、そうだから陣先輩もみんな知ってると思うし、北さんって方ですか、北さん、もう引退しちゃってるよね、あ、そうなんすね、なんか当時の方とかちょっとあったら面白いかもしれないですね、山さんとかよくやられてたんだよな、あ、その北さんという方に、てめえこの野郎っつってやられてたと思う捕まってたって感じですか、捕まってるというかいろいろとそういう声してるの、本当に、あ、そうなんですね、もうこの野郎待て、てめえ丸てめえで捕まったらすぐ投げ一本手をされたりとか、あ、そうなんですか、わお、へえ、ね、多分俺の可能性やっぱ2個上3個上の人たちの方がもっとひどかったと思う、もうだってその頃はなんかおまりさんも結構その感じでも普通だったのか、今だったらそんなにあんのかな、あ、でもあんのかもしれないな、今やってこないんじゃない、そこ、あ、ですよね、前よりは全然なんか厳しい感じありますもんね、うん、確かに、あ、そっか、そういう、うん、そういう話ちょっと面白いですけどごめんなさいね、ちょっとあのカツカレーを、全然もう全然、はい、もうかなり冷えちゃってると思うんで、とにかく俊太は悪い子でした、いやいやいや警察署にしょっちゅう電話して、あのここにおまれさん、あのうるせえ暴走族がいるよって電話して、あ、そういう遊び気をしてたんですね、でパトカーとかいっぱい来たら、よし逃げるぞみたいな、あ、なんかやってた覚えありますもん、なんとなく、でもそんなに鮮明じゃないから、今後もなんかエイジの話もそうなんですけど、自分の話を掘り返してもらって、ああそういうことだったんだなって結構あるんで、マセンパブなんかちょっと掘り返してもらえたら嬉しいんで、ちょっとこれは一本の動画として、まあとにかく悪かったですけど、いやいやいや、はい、ちょっとそのヤンキーチャンネルということでこういう話もしていきたいと思いますので、丸先輩すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、丸先輩カツカレー飲んでますね、いやめちゃくちゃ早いじゃないですか、今だって開けたばっかっすよ、今自分気づかなかったっすけど、いやいやいや、ちょオナミシンも今一口じゃないですかすいません、ちょっと話してる感じで食べたくてしょうがなかったですね、うん、我慢できない本当飲んでますね、やば、自分今甘いや、はい、すいません、ありがとうございました